ラメ温度流れてるよ。ね、もうすっかり、はい、当番組のオープニングテーマ、はい、ラメ温度やだやだやだ。え、いつ歌ってくれるんですか？いつか、いつか歌う。しっかり練習して歌ってくださいよ。合いの手は入れますよ。しばしご歓談ください。歓談しますか。距離感ね、すごいすごい歌ですね。すごいですね。これにこれに本当のボーカルが乗るのが今から待ち遠しいね。楽しみだな。きっと熱く歌い上げてくれるんだろうな。ね、感動させてくれるんだろうな。そのうち絶賦とか埋めてくれるんだろうな。みんなでヘイヘイ。あ、ごめん、トイレ混んでて。いやだ、もう始まってるじゃん。帰っちゃってちょっとトイレ行かないって設定なんだから、やだな、教えてよ。あ、はい。冷たい。冷たいわよ、サルさん。まーちゃんはもうトイレ行ってたじゃない。トイレ行かない設定なの私は。まーちゃんは頻繁にトイレ行ってる。頻繁に。そんなに出してないよ。清水ね。そう。やーやー。はい、ね、声が音量調整は大丈夫ですか？大丈夫ですか？みんなの声聞こえてますか？音量バッチリ。今日は人口密度高いですよ。そう、空気が心なしか薄い。人が多いから。そんな気がする。ぎゅうぎゅうだから ね、 ね、事件簿の香りがしますね。これは事件の匂い。ペロ。うん、俺 OK。 ペロリ。え、2回目流れるの？エンドレス。終わらない。エンドレスラメを。この世界線から抜け出せない。エントリスラメを。ページが出ないな。エラーだエラーだ。エラエラ。ゲスト2人、鋭い探偵さんがいますね。あ、本当に2人でしょうかね。本当のゲストは誰なんでしょうか。ねえ、ステマオさんともう一人いる？もう一人？もう一人聞こえてるんですか？え？私がマオだよ。私がマオだよ。私がアジさんまです。やめろ。アジコじゃねえか。やめろ。アジさんまです。アジさんまです。アジさんまです。音量大丈夫ですか？音量大丈夫ですかね。はい、じゃあ開けましょうか。はい、カメラの、カメラの位置、カメラの位置。はい、オッケー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 。はいはい、皆さん、デジナマデジネーション公式チャンネル広報兼パーソナリティを務めるラメヨです。皆さん、デジナマデジネーション公式チャンネルアシスタントパーソナリティの楠原由衣です。この番組はアズライト、フローライト、ハイパーシーン、ヘリオドール、夢見るなど DMM ゲームスのパッケージゲームブランドデジネーションの最新情報をお届けする番組の第18回放送です。はい、早速遊びに来てくれてる人がいます。じゃあ自己紹介でも。私からですか？私からで。 どっちからでもいいよ。皆さんごきげんよう。ノーリアクション。いや、持ってる持ってる。皆さんごきげんよう。ごきげんよう。みんなのアイドル、貴婦人の立花真央です。よろしくお願いします。まおちゃん、今日どうした？え、なんか、貴婦人二点三点してるんだけど、設定が。せめて一個通してくれ、なんか。みなさん、ディジナマ月の黄色でーす。やっほー。ようこそいらっしゃいました。お初です。誰や、お前って言われてるよ、真央さん。私。私だぞ。はい、ということで、今日は、はい、立花真央さんと月の黄色さんが遊びに来てくれました。はい、ちょっとそこら辺まで来てたんで、うん、そうね、近くね、うん、近くまでちょっとね、なんか遊びに来てたみたいなんで、ね、言いましたけど、はい、2人でクレープ食べてたの、月野さんと。あ、そうそうそう、チョコバナナ食べました。私はみかん。
私はイチゴ、うん、あれいたあれあれあれ私あれいたやめろこのこの空気やめろ一緒にグループ食べたいたかな一緒にグループ食べて仲良く誰ぞはい、わさび男さんからいただきました。ナメオさん、クッス、シークレットゲストの方、デジナマは？デジナマは？今回もエスパーメールを要求されたので、自分はただのアブノーマルタイプですが、誰が来るかを予測してみました。やはり明日電網でゲストに来る加瀬柊さんでしょうか？それとも明日配信のミッシングクロスラジオのゲストの月野黄色さんでしょうか？もしくはミッシングクロスリンクラジオの相方、橘真央さんでしょうか？真央さんは、来ちゃったハートと言って飛び入りで乱入してきそうなイメージが自分にはあります。正直ピンポイントで当ててる気がしないので複数予想を立てました。当たってますか？当たってます大当たり大当たり当ててます、うん、ね、大当たりですね。すごい。で、はい、じゃあこっちを、ね、3連服、うん、じゃあこっち真央ちゃん、はいはい、何ネームこれん何ネーム何ネームとか生ネームない、ないです何だ生ネームって生ネームだから生で読むメールだから生メールかな。ゲーさんだってやめてよ生メール、ひかみんさんからいただきました。はい、皆様こんばんは。エスパーメールを送れとの謎電波を受信したのでダメ元で送ってみます、うん、はいはい、月野黄色さん、デジナマへようこそ耳がはらむようなボイスに期待しています。おう、絶対当たらない自信があります。いや、すごい当たってる。お前の自信を砕いてやったぜお見事ですね、みんなすごいよくわかるね。大将正宗さんからです。楠原ゆい様、ラメオ様、月野黄色様、こんばんは。こんばんは。橘真央さんもいますよ。月野黄色様が飛び入りで来られると聞いてメールしました。言ってないけどね。言ってないよ。どうだよ。しっかり漏れたんだ。ミッシングクロスリンクの見どころをお三方からお聞かせいただければ幸いです。え、飛び入りゲストは橘真央様？ないない。かっこ笑い。なんで笑ってんのよ。笑われてんじゃん。最終的に大当たりしてたんだ。すごいね。全部当ててますね。ということで、とりあえずなんか大正解はわさび男さん、うんうんうん、で、あとわさび男さんは加瀬柊さん来てないからね、うん、そうだね、うん、ちょっと惜しい、うん、多めにね。じゃあ100点はいませんでした。いません、はい、残念。また次回以降のエスパーメールの時に皆さんよろしくお願いします残念だ。はい、ということで、うん、普段だったらなんかコーナーやって普通歌やってなんですけど、せっかくお二人来ていただいているので、はい、まずはですね、ミシクロのコーナーを先にやりたいなと思っておりますよということで、まあ、一旦ちょっと CM を挟みます、ここは私と接続された大義天図書館のネットワーク内。オートマタ G3 タイプ2 Q プロト、機体名は、はい、それが私の名前、姫風呂と申します。自己紹介させていただくのはこれが初めてですね、ショウゴさん。大好きですよ、ショウゴさん。そうじゃなくなったら、お兄ちゃんは会いに来てくれるかな。待ってるだけじゃ始まらない。自分から興味を持つことだぜ。人生を面白くするコツってやつはさ。君はこれから私のせいでいっぱい傷ついて苦しんでる。だけど最後には君に、君を嫌いな私のことが世界で一番大好きだって言わせてあげる。私はあなたを愛します。
無条件に、そして無制限に。だって私の思いは最初から全てあなたのものなんです。翔ちゃん知ってる？唇はね、心のドアなの。さあキスをしましょう。つながりましょう。もっと深く、もっと長く。教えてください、翔吾さんの気持ち。私に、私、あなたに会いたいです。揺るがない二人一つになろう。はい、はいはい、今回はミッシングクロスリンクの新規イベント CG と本日オープニングの初公開を行うそうですよ。はい、本邦初公開なんですけど、まあちょっと待ってねっていう感じで、あれこれ新規 CG 今もう出てるやつ出てるやつかな。ホームページで出てる、なんかあの、ははなんかあれ、バンと勝負する CG バンと勝負する CG をいっぱい出しましょうか。戦いだ、きっと戦いの始まりだ。隠した方が逆に卑猥説それあるよねはい、ということでいきましょうか。1枚目。はい、おー、これ大丈夫ですか？もだいぶケフィアかかってますけど。セウトですね。ちょっとモザイクがアウトだなこれはうちのいつもの仕様なんで、あまり気にしなくていいっすよ。このモザイクが卑猥だわ。あのこのシーンはいかがでしたか？わかるか？わかんない。髪型がちょっと違うんですよね、いつも下ろしてるけど、うん、ポニーテール。いいですね、背中がよく見える。そう、うん、背中がよく見える。いらっしゃる、やらしい、ね、これは医療行為じゃなくて整備ってこれ何でしょうね、何でしょうね。まあね、あのオートマタですけど、やることはやれますよというねこれは仕様です。はい、まあちょっとね、なんか ねで、まだなんかエロいシーンが続くんでしょ。すごい、みんなのニーズに応えてくれる。そうそうそう、あらゆうりちゃん、あらららら、これも、うん、これもまたなんか、はい、あのなんだっけ、なんかプールで、はい、プールでなんかのシーン。プールですね、これプールですね。プール好きですね、うん、プール好きですね、うん、メーカーが、何がメーカーが、あ、うちがでもプール、プールよく出てくるんですか？いや、深層ノイズ以来じゃない。あれ深層ノイズ以降多分出てないと思うよ。プールはよく出てきてるイメージ、うん、例のプールじゃないですね。元プール担当としてはどうですか？そうですね、ちょっと筋肉が足りないかなと。ああ、なるほどね。あとね、ちょっとおっぱいも足りないかなっていう。おっぱいも足りないの？いや、でもいいんですよ、このシーン。乳首のチェックがしたいですね。乳首のチェックがしたい。今隠されている。あ、それ公式ホームページに行っていただいて。はい。結構あのゆうりちゃんって、うん、エッチシーンになっても素直じゃないんですよ。めんどくさいよね、ほんとめんどくさいよね。めんどくさいエッチシーンなんですよ。そう。なんかね、うん、もうずっとめんどくさい。ゆうりちゃんほんと一押しだから、みんな楽しんで、はい、あきらさん、あきらさん、大人だ、浴衣、わお、これは温泉ですか？そうですね、温泉好きですね。温泉はでも深層ノイズ以来じゃない？あ、でも深層ノイズも温泉じゃないよね。なんか、え、温泉だよ。みんなでお風呂入ったよね。違う、あれ炎上寺邸の、あ、そうだ、炎上寺さんちのお風呂だ。そうだ、あーから温泉。でもソーサレサーライブでもお風呂のじゃん。ソーサレサーライブもあれ学園寮のお風呂ですね。だってどれもなんかさ、露天風呂みたいなお風呂。でっかいお風呂だよね、うん、まあ、でかいお風呂はね、うん、結構多いですね。いや、多分ね、エロゲーメーカーあるあるだと思いますお風呂大好き。お風呂シーンってなんか一番ほらキャラクターを集めやすい。
確かに女子女子そうそうそう裸の女子集合そう裸の女子をね集められる、はい、はい、次行きましょうか。これ医療行為です。あらいいですね。これは医療行為ですね。元気にさせてるだけです、そうそうそう、なんかね、メガネかけてる。メガネだ。あ、本当だ。こういうメガネっ子だったの、ね、春も美咲ちゃんのメガネキャラ属性があれ取られちゃった。あのなんかさ取られたわ。あんまり最近メガネヒロイン少ないなと思ってた。ミシクロなんかね、うん、メガネキャラ多いね、うん、こう考えると、うん、確かに、うん、メガネ、ね、メガネかけますよ。え、確かシーンによってはメガネオンオフできるんですよね。え、そうなんですか。立ち絵で多分あの、うん、エロシーンで。え、素晴らしい。そうなんだ。そんなの台本でチラ見したよ私。書いてあるんだ。メガネオンオフ。本当か。これで実装してなかったらちょっとなんか大変だよね。お前急い実装してなかったら急いでアーカイブ消すね。はい、ということでね、まあなんかこうやってあの口からお薬とかを注入して、うん、あのひなちゃん元気になってね、ね、栄養たっぷりだよ、はい、タンパク質、ま、そんなゲームじゃねえけどな。ちょっとね、なんかね、あのね、さっき撮ってたラジオのなんかあれが撮れてないんじゃないですか。そう、ついさっき撮りましたもんね。そうですよ。しかも会議室ですよ。会議室ですよ。やりづらいんですよ。ギャラリーがいっぱいいる。いつも薄暗い密室で撮ってるから、うん、できることもあるじゃないですか。密室個室だよね。ね、まあなんかいつも通りだったんですけど、うん、まあそうね。密室個室でね、しかもちゃんと防音のね、そう場所で。え、だって隣とかでは会議してるかもしれないんですよ。いや、会議してましたよ。うん、大声張り上げてガハハワハハってゲラ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 隠語を叫ぶ。あの頼むが、これ生放送だからね。ピー入れられないから。セルフピー入りだったら OK。 頼むよ本当に。はい、ということで、まあミシンクロスリンクの新規の CG を公開させていただきまして、で、うん、今ね、あのホームページの方は、うん、あのエロアニメ、アニメというか、うん、あのエモートで、ね、そうエモートで動いてるエッチシーンの、うんうん、まあなんかちょっとサンプル動画みたいなのを、うん、あのアップしてるので、うん、まあそちらもぜひチェックしていただいて、ね、ツイッターで上がってましたよね。ちゃんと声付きで上げてくれてますよね。ゆりちゃんのちょっとねチパチパする医療行為のシーン、そうヒメムーロの、ね、あの授乳的なね医療行為の授乳手こきね、吸い上げますよっていう、うん、ありましたね。あるんで、ぜひ明け渡す方だからね。そう、ぜひ見ていただきたいなと思いますよということで、うん、はい、では続きまして、続きまして店舗特典のご紹介です。はい、まずはこちらから。まあ今予約して、ま、予約受付中ですので、うん、まあ、まだ予約してないよって方はぜひ店舗特典をご参考に、うん、予約していただけたらなと思いますよということで、まあ、ちょっと順番にリマインドですけど振り返り行ってみましょうか。うん、はい、今立てたのがソフマップさんの3大特典、うん、そして次がゲッチ屋さんの2大特典、うん、ゆりちゃんですね。はい、まあドラマ CD もついてきますよと。うん、うん、続きましてどれかな、メロンブックスさんの2大特典、ひなちゃんのタペストリーとエッチなドラマ CD。 うん、メロンブックスさんのお客さんはなんかロリコンが多いって聞きました。そうなんですか。へえ、でも確かに特典ロリっ子が多い気がしますね。へマスコットキャラもロリロリしいしね、メロンさん。ああ、かわいい。メロンちゃん？メロンちゃんね。確かに確かに。はい。はい、はい、おいで。続きまして、虎の穴さんが、アキラさんの B2 タペストリー。うん、トレーダーさんが、ユーリちゃんの B2 タペストリー。うん、はい、うん。ということで、まあ、トレーダーさん、虎の穴さんもそれぞれ B2 タペストリーが特典でついておりますよと。うん、はい。ちょこちょこお尻押しでいいですね、うん、はい。そしてフローライト公式通販が姫風呂ちゃんの B2 タペストリー、メイド服、駿河屋さんがアキラさんのエッチなドラマ CD、 はい、うん、ということで、まあドラマ CD は、うん、ミシングクロスリンクは HH 仕様なので、うんうんうん、まあぜひね、声優街の皆様は、うん、ドラマ CD 付きの店舗にご予約いただいて、うんうん、絵街の方は、うん、タペストリーね、書き下ろしついてるところ、で買っていただいてという感じです、うんうんうん、はい。
いいですね。姫風呂ちゃんメイド服似合いますね。めっちゃ似合いますね。なんかもともとね、機能的にはメイドっぽいというかね、みたいなところも身の回りのお世話をしてご飯作ってくれるし、そうご飯作ってくれるし、何やっても完璧なんで、僕のママだ。もうママになって、ママここにいたんだね、ママ。なんかこう髪の毛がピンクなところがいいですね。うん、ピンクはインランって言いますし、インランピンクキャラはインランなので。インランのママ。インランママ。で、はい、続きまして、予約特典キャンペーンのリマインド告知です。はい、こっち、ね、第一弾ですね。うんうん、第一弾が、ゆうりちゃんのスカイ先生複製サイン入りサイン色紙ですね。うん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 、そして第二弾が、恵子先生複製サイン入りクオンジヒナおっぱい色紙。これ台本があれだね、うん、第一弾もおっぱい色紙です。そうですね、あれですけど、おっぱいって書いてないけど、なんだゆうりちゃんのおっぱいじゃダメなのか。おっぱいになれないのか、おっぱい足りえないのか、足りないのかもしれない。なんでおっぱい色紙なのにさ、ない方から2人選んだのかっていうね。本当にアキラさんとか大きいの、ね、あと2人爆乳なのにね。はい、で続きまして、続きまして最後にツイッターキャンペーンのフォロー&リツイートキャンペーンのリマインドです。うんうん、こちらが出演声優直筆サイン色紙を総勢4名様にプレゼント、うん、ということで、田島さんこれ見たことない？え？この絵、この踊ってるやつ、そうそう、うん、すごいあるよ。なんか赤いやつ見たことでしょ。私が見たのは赤いのが主題歌に合わせて、うん、てて左右にこう動いて踊ってるやつね。そうそうそう、うん、まあ、なんか全然関係ないんですけどね。うん、だって恋の妖精じゃないんですもんね。恋の妖精じゃないですよ、今回電話です。いや電話です、うん、前は妖精だったんですよね。前ってなんすかね。前世はリンゴの妖精だった。そうね、知らない子ですね。ちなみに、なんか知らんけど、アキラさんからは、うん、グッドアップルとか言われてるよ。リンゴなんですもん、彼。まあね、リンゴじゃないんですけどね、頭ネジ巻きだしね。ネジ巻き、本当だ。まあ、今回のってなんだろうね。しかもこれ中に人がいますからね。これは着ぐるみだぞって。いや、いないよ、いないよ。これは着ぐるみだぞ。いや、電子の妖精ですよ。あれは脱げるんだぞ。脱げないです。怖すぎ。脱げないです。脱ぐと藤崎うさが出てきて、よいしょ。中の人は藤崎うさです、うん。はい。に続きまして週替わりフォロー&リツイートキャンペーン第4弾、はい、うん、クオンジヒナ役かなめしおりさんのサイン色紙を1名様にプレゼント、はい、うん、で、まあ、こちら両方とも期日が今週末ですね、17日の23時59分までということで、うんうん、まだ、ご参加、されてない方はぜひ、リツイートキャンペーンご参加いただければなとね思いますよ。カナメの色紙ですよ。はい、はい、ということで以上ミッシングクロスリンクのお知らせでした。はい、うん、はい、うん、盛りだくさんです ねということでですね、うん、もう行っちゃうんですか。もうちょい引っ張ります。もうちょい引っ張ってもいいんですけど、うんうん、一応ね、お二人このコーナーまでっていうことにはなってまして、うんうんうん、ゲストでなんか遊びに来た体なのであれなんですけど、まあ、30分ぐらいをめどにねっていう感じなので、ね、はい、うん、で、一応明日、僕が電脳妄想開発室に出まして、うんうん、また作品の情報なんかはふかふかと、うんうん、ちょっとなんか説明させていただきたいなと思っておりますので、うんうんうん、ちょっとミッシングクロスリンクご注目、いただいている方はぜひ明日の電脳妄想開発室も、うん、ぜひご覧に、ね、なっていただければなと。加瀬修さんがゲストなんですもんね、いい勢役の、うんうん、ということでございましてですね、みんな聞いてね、見てね、で体験版もう、うん、一応実況プレイ用には用意はしたので、明日体験版の実況プレイはやります。見なきゃぜひ見ていただきたいな。それは先行先行公開かな、うんうん、みんなができるのはいつぐらいになるんですか。みんなができるのは、うん、今頑張って調整してます。一応テストプレイとかできるぐらいにはなって
ってるんですけど、うんうん、あのちょっとでしなんかし、まあ、もちろんあのねあのお三方収録とかもとっくに終わっているので、うん、あのシナリオとか収録とか全然もう終わってるんですけども、うんうん、あのまあざっくり言うとですねあのシステムの最終調整をやってますので、うん、あのもうちょっとだけ、うんお時間いただければなと思っております、うん、ということでぬるぬる動いたりプログラミング大変そうですからね、はい、うん、ということで、まあ、体験版はもうちょっとお待ちいただきまして、うん、まあちょっと早く見たいという方はぜひ明日のデモを見ていただきたいなと思いますと、うんうんうん、いうことで、はい、はいはい、じゃあいきますか。今回初公開のオープニングです。皆さんご覧ください。どうぞ。ここは私と接続された大技研図書館のネットワーク内。オートマタ G3 タイプ2 Q プロト。失った夢が僕らをきっと、はい、新しい場所へ。それが私の名前、姫フーロと申します。自己紹介させていただくのはこれが初めてですね。ショウゴさん大すいません。ちょっとちょっとすいません。散らされてる。ママに会いたいわ。ママ打ち消された。ちょっとお待ちください。ママ消えたって。僕のママどこ。ちょっとかぶってたみたいですね。なんだなんだ。あのすいません、ちょっと今皆さんに確認なんですけど、姫フーロの声って聞こえてました？多分聞こえてましたよね今ね。ねえ、俺のママを返せ。姫フーロここにいますよ。ちょっと姫、いや姫フーロ、姫フーロいないんすけど。本当はいないはず。僕のママどこ。あ、みんな聞こえてた。聞こえてたよね。あのすいません、オープニングムービーなんで、あの姫フーロの声ないです。なんかすごいちょうどいい感じにね今入ってたから。そういうのなんだと思ってた。 PV が裏で流れてた。あのすいません、放送事故です。あの改めてあのすいません、草原さん急振りしていただいてよろしいですか。では今回初公開のオープニングをご覧ください。どうぞ。失った夢が僕らをきっと新しい場所へ連れ出した。目を見張る空高く、支払う対価価値だとずっと疑わないで生きてきた。君と出会って心を何かが変わる予感がした。はい、はい、ということでオープニングムービーを初公開させていただきました、ね、いかがですか。演出
がめちゃくちゃかっこよかったです。あのチェスのシーンとか。そうチェス、チェス一押しなんです、ね、チェスのシーン。チェス結構大事な意味を持ってるんですよ作品内で。あのオープニングムービー内では一応2手分しか、うん、動いてないんですけど、うんうんうん、あれあのシーン結構ムービーでそのチェスの盤面が動くごとにムービーが入ってるので、うん、内容に即した動き方ちゃんとするんですよね。します。そこがすごいなって、はい、チェス結構がっつりやってますからね。そうっていうね、うん、まああのまあね、あの手前味噌で申し訳ないんですけども、うん、あの曲もとてもいい曲でしてね、うん、いや楽しみですね。シナリオもめちゃくちゃ面白いんですよ。シナリオめっちゃ面白いんですよ。読みながら大号泣ですよ、うん、いや昨日あの一応僕がまああのねプロデューサーの徳永さんっていう人がいるんですけど、うん、あ誰だろう、ね、いますね。一体誰なんだ。キャラキャラしてる人ですね。そうなんかあのプロデューサーの徳永さんっていう人がですね、うん、とりあえず体験版公開用に体験版部分まで、うん、あの演出入れたから、うん、全部チェックしてくださいって言われて、うん、あの体験版部分まで全チェックしたんですよ、うん、面白いっすね、うんうん、普通に面白くて面白いっす。作風的なところで言うと多分ね真相ノイズ楽しかった人は全員楽しめると思う、うん、俺はそっち路線いやなんかそのミステリーとかサスペンス路線というよりかはどちらかというとなんかなんて言ったらいいんだろうなこう基本明るいんだけど、うん、ほのかに漂う暗い空気みたいなのあるじゃない、うんうん、分かります、うん、そういうところがちょっと絶妙にいい感じ。なんか笑えるところは笑えるんだけど、うんうん、基本的にはこうシリアスというか、うんっていう路線なので、うんうん、まあ深層ノイズが多分今までうちで出した作品の中で一番何やかに近いんじゃないかなとは個人的には思いますよ、うんうんうん、そんな気がします、うん、草原さん2役だしね。足がついてる感じ。そう2役だし。そう2役だし2役だしね。そう草原さんも2役だし、はい、っていう感じですね。みんな謎を抱えてたり本音と本音ぶつけ合ってバトルになっちゃったりとか、ね、そうっていう、はい、であとなんかね SF っていうとなんかゴリッゴリのなんか宇宙系 SF っていうの、うん、ではないですけどもなんかちょっと近代系近未来系 SF とかあとなんかね あのもうこういうとあれなんですけどあるあるななんかアンドロイドものってあるじゃないですか、うんうんうん、アンドロイドもののちょっと泣ける系の作品ってあると思うんですけど、はい、そういうの好きな人は絶対合うと、うん、絶対好きだと思います、はい、のでぜひねまあ、ソーサレサーライブの時に、ね、フローライトの1本目ソーサレサーライブっていうタイトルがあったんですけど、うんうんはいはい、僕はですね買う人は絶対に体験版やらない方がいいって言ってたんです、うんうんうん、体験版より後の方が普通に面白いんで、体験版部分で、面白くねえなって思われるよりかは、まあ、体験版から面白いって言ってくださった方ももちろんいらっしゃったんですけど、うん、で、ミッシングクロスリンクは、最初からもう多分会う人は最初からもう会うんですよ、うん、で、会わないなっていう人は、うん、多分本気で会わないと思うので、うんうん、まあ、ぜひね体験版をプレイしていただいて自分に合う作風かどうか、うん、でちなみに体験版の範囲をですねキャストの皆さんにお伝えをしてなかったんですけど、うんうん、先ほどねちょっとねここまで入るよっていう話を月野さんに、はい、ちょっと聞いてないですけど、はい、そうしたんですが、どこまでっていう、いや、ネタバレになるから、ネタバレになるからね。なんだろう、もう一個終わって、そう、一個事件解決して2個目の事件に足を踏み入れたぐらいのタイミングまで行く。だいぶです、だいぶです。いきますね。2個目の事件って何ですか。いや、それ言ったらあかんあかん。1個目もわかんない真央さんのもらってる台本の範囲だとわからないと思う。私が何時間後ぐらいに出てくるかもわからない。私は一番最初じゃない。真央ちゃんは結構すぐ出てくる。すぐ出てくる。あれは最初最初の方だと思う、うん、私より早いですよね。ゆりちゃんより早いです。ゆりは全然早い。じゃあなんかあったんっけサンプルボイスの、うん、なんかいや可愛いお弁当だねって言ってるシーン、うんうん、あれ、うん、すげえ最初。うん、そう、あれすげえ最初。じゃあまだ一つ目の何も起きてない。何もなんか始まる前で、チャプターゼロって感じ。うん、じゃあなんか起きたんだ。なんか起きる。なんか起きたでしょ。あれか。そうだよ。あれだよ。あれだよ。あれか。はい。あれか。という感じで結構体験版長く収録させてもらいましたので、うんうん、はい、ぜひね、お楽しみにしていただきたいなと思っておりますよ。うんうん、いいやってください。はい。ということで。お二人はここまで、はい、
となりますが、あの何か視聴者の方に一言だったり、うんうんうん、宣伝だったりありましたら、うん、じゃあ真央さんから。そうですね、そうだな、何がいいかな。私が好きなら好きって言ってを買ってほしいなって思いました。DMM さんダウンロード販売をしております。私が好きなら好きって言ってよ買ってほしいなと、なんかね浮かんできたの、うん、それがなんか、はい、ふと買ってほしいなって気分になってしまったんです。ミシクロの宣伝せいや。私が好きなら好きって言ってよ、お願いします。はい、はい、じゃあ月野さん、はい、ありがとうございました。対戦者が通っていたところで。はい、日常に疲れてしまったそこのあなた、姫風呂がすべて癒して差し上げますので、どうぞミッシングクロスリンクを必ずお買い上げくださいね。川島梨乃さんも絶賛してます。月の黄色も絶賛してます。笠原由衣さんも絶賛してます。かなめしおりさんも絶賛してます。メインキャストみんな大絶賛の作品なので、本当にぜひぜひ遊んでほしいと思います。よろしくお願いします。早くママに会いたい、はい、会いたい、はい、ということで、以上でございます。ではすいませんね、ラジオ事件簿の収録からね、はい、お疲れのところ、ね、後ろまでちょっと引っ張って、ね、ありがとうございます。オープニングムービー見に来たんで、うん、満足です。出ていただいて、ラジオ事件簿は明日更新ですか。ラジオ事件簿はさっき撮ったばっかやからね、編集が間に合うかねっていうほかほかですよ感じですけど、うん、なんか間に合ったら、うんうん、間に合ったら明日、間に合わなかったらまあちょっと明後日とかになると思う。3月14日ゴロって書いてたんですよ。ゴロって書いてました。なんで3月14日ゴロって書いたかっていうと、収録は今日だからなんですね。間に合うかなっていう、ね、不安があった。そう、14日に出せるかどうかわかんねえなっていうことで、さっき素材を持って帰っていった。はい、ね、今日は徹夜だ、頑張ってほしい。ね、ノー編集で出したらね、もうね、ダメです。ダメです、もうダメです。ノー編集じゃとても出せない。ちょっとね、はい、はい、ということで、じゃあ、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、ということで、CM に行きましょうかね。はい、はい、では CM です。私たちは落とし物を探している。どこか異郷の香り漂う町、深野市。そこはかつて人と人ならざる者たちが共に暮らした幽玄の地だとか。だから深野は不思議な者たちの不思議な話に満ちている。そして魔法使いを名乗る少年、昔々の大昔、トツ国から来た魔法使いがいたらしく、その光栄を名乗るうさんくさいやつ。けど私たちは彼と共に、妖異たちが起こす不思議な事件を解決していくことになる。それは人と妖異と魔法使いが織りなす長くて短いひと夏のおとぎ話。アズライト最新作「玉ゆら未来」5月31日発売。私たちは落とし物。はい、 CM 中にえらいバタバタしてましたよね。バタバタしてましたね。後ろのポスターを貼り替える作業よ。おお、そう。すごかったね。なんか大人たちが力を合わせていたね。いやーね、こんなね、なんかね、はい、ということで、はい、ということで、はい、玉ゆら未来のコーナーに行きましょう。本日は玉ゆら未来の新規イベント CG の公開と合わせて、今月末のイベントについての紹介を行っていきます。はい、ということで、うん、またちょっとよぎる不安、これは本当に新規 CG なのだろうか。新規じゃないね、やっぱり公開されてるやつですけど、うん、まあ生放送では初公開で、うんうん、そうですね。じゃあみんなで感想を言いながら見ていきましょう。はい、うん、ということで、今日はなんかバンされそうな、うん、あれが多いね。だってさっきのミシクロのやつも相当でしたよ。相当でしたよ。イチイチでしたよ。これどう思います？相当ですよ。いや、これね、総合力でバン。総合力でバン。結構エッチですよ、これ。結構エッチですよ、うん、はい。
ということで、ね、いいですね、実にいいですね、はい、太ももがいい。ゆきなもね、うん、出れるとね、エロい顔するんですよね、うん、本当にね、ギャップがいいですよね、ギャップがいい、うん、まあゆきなも大概ツンデレですからね、うんうん、はい、次行きましょうか。これがね、今ね、ツイッター上で大人気のね、あれですよ、めっちゃいいですねこれツイッター上で大人気の画像ですよ、うん、これ、おー、へえ、やっぱり低粛なサキュバス低粛な、うん、なんかエッチなことが苦手なサキュバスが、うん、これトイレでしょ、トイレですよ、これ女子トイレでしょ、女子トイレかな確か、うん、ねえ、ちょっとね、女子トイレにね、なんかね入ってね、ことをいたすムックンもムックンですけど、低粛とは、本当だよ、低粛とは、いやー、その内面の葛藤がいいんですよね、本当は嫌なのにっていう。ちなみに今玉選未来も、うん、あのテストプレイしてるんですけど、うん、はいはい、あのね、ミシクロやった後にね、玉選未来やるとね、うん、草原さんのキャラが違いすぎてね、ちょっとね面白いよねこっちはなんかちょっと、うん、ちょっとまだ あれだもんね、どっちかっていうと姫風呂の方に近いもんね、そうですね、ママ感がちょっとありますね、バブみがあるというか、うん、ね、ちょっとね、なんか包み込んでくれる感じの優しいね、うん、あれなんでね、ゆりちゃんはね、もてあそんでいじめ倒して、いやでもね、なんかね、ゆ、うん、なんかミシクの話に戻るとあれなんだけど、うん、ゆりが出てくるシーンはね、うん、やっぱね結構楽しいよ、本当ですか、私ユーリが出てくるシーンしかやってないんで、まあそうですよ、あのね、ユーリが出てくるシーンとね、うん、キューピーが出てくるシーンはね、やっぱね笑いどころが多い感じはするうん、うん、かなって感じ、はい、お、続きまして花子ですね、花子さん、なんかね、うん、玉選未来ね、絵可愛いのにね、エッチシーンのね、このなんかね、影の入れ方というか、うんうんうん、なんか肉の塗り方というかね、なんかちょっとね、うん、抜き毛っぽいんだよね、若干抜く感がいいですよね、ね、なんかね、なんかエロいんだよな、うん、なんか触りたくなる、ナイスソケイブ、うん、ソケイブアルファベットで書かないでナイスソケイブ、私もソケイブ大好き、わかる、わかりみ、うん、いやー本当にこれバンされない、大丈夫、危ない気がするけどな、ちなみに BGM が鳴ってないのでは、あ、鳴ってないのかな、鳴ってないのでは、玉揺らの音出そう、玉揺らの音出そう、よし、ね、田舎でほんわかハートフルストーリー玉揺ら未来、よろしくお願いします。ハートフルとは体験版のテストプレイしてるけどさあハートフルなの最初の白姉ちゃんの会話のシーン、はいぐらいだよって言うとあれなんだけどハートフル、いや、あのね、別にね、うん、ボッコにはならないけど、ハートフルとはって感じしたよ、なんか、あ、もうなんかみんな可愛いですよ、みんな可愛いよ、みんな可愛いね、それは疑いようがない、うん、それは疑いようがない、うん、もうね、絵から見てね、うん、みんな可愛い、そこはね、心配しなくて大丈夫、心配しなくて大丈夫、いやそうね、はい、次行きましょうか、はい、白姉ちゃん、白姉ちゃん、ちっちゃいのにでっかい、いや、ちっちゃいのにでっかいっすね、やっぱね、いや、いいですね、やっぱね、やっぱいいっすね、ちっちゃいのにでっかいっていいですね、しかもこのアングルよ、うん、このアングル持ち上げてますもん、もうね、このアングルね、なんかね、考えた人ね、俺ね、うん、割とね、天才だと思うよ、うん、もうすごいな、だってもう、いろいろ見えてますよ、いろいろ見え、いや、ね、見えてないっす、見えてないっすえ、なんも見えてないっす、いろいろ見えてますよ、いいな、なんも見えてないっす、ねえ、ソケーブも見えれば、はい、おっぱいも見え、はい、脇もちょっと見えて、はい、お顔も見えて、お顔も見えて、天才だな、このイベント CG ね、うん、割と最初期に完成したやつなんです、うんうん、これを見た瞬間に、うん、これはいけんなっつって、これはいい、でなんかね、あのね、この CG シルサブンもすごいんですよ、へえ、なんで、あのね、ちょっとね、本編楽しみにね、していただきたいなと、うんうんうん、はい、ということで、エチエチな CG 紹介させていただきまして、エチエチでしたね、はい、はい、続きまして店舗特典のご紹介ですよ、はい、まずはこちらソフマップさんの豪華3大特典です、はい、うん、ね、白姉ちゃんの特典ですね、はい、あとドラマ CD もついてきますよ、はい、うん、で、SD イラストのアクリルキーホルダーもついてまして、うんうん、かわいい、今公開してるあのイベント CG です。一番最初に公開したイベント CG と全く同じ絵、うんうん、
全く同じ絵で SD になりましたっていうね、うんうん、かわいい、うねどり様が乗ってるんですか、ね、乗ってる乗ってる、そうだからそこも含めて、うん、あのイベント CG と全く同じなんですよこれ、構図から何から、いいですね、かわいいな、あ全部買っちまったよって、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、でドラマ CD もね、なんかね、玉浦未来のドラマ CD は、うん、あの HH 仕様じゃなくて、どっちかというとコメディ仕様なので、うんうん、はい、大概花子が悪い、そうですね、大体花子さんが原因ですね、はい、はい、そして月中屋さんの2大特典が、ゆきなちゃんの B2 タペストリーと、はい、あとドラマ CD ですね、はい、みんなの、うんうん、これもね、これ作中にない衣装だからね、いいですね、和服、和服似合うね、似合う、黒髪だからね、そんな話のドラマ CD もありましたもんね、浴衣似合うねみたいな、ある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 、なんかね、なんだろう、こう浴衣で黒髪ロングで和室でこういう構図って俺ね、うん、抜き毛では見たことあるけどあんまりなんかこういうタイトルではね見ないよなと思って、いいですね、夏、はい、美少女浴衣、はい、最高ですな、はい、続きまして、続きましてトレーダーさんの2大特典です、猫天狗花子さんの B2 タペストリーと、あとみんなが出てくるドラマ CD、あペロ、ね、ペロ、これはドーナツめっちゃ好きなのこれこれね、私一押しのドラマ CD これ、これ、うん、俺もこれが、うん、これ一番面白かったかな、これがね、一番やってて楽しかったやつ、うんうん、しかもね、あの特典のね、あの花子がね、うん、唯一ね出てないっていうねドラマ CD にはね本当ですよねあのお話の中に名前は出てくるんですよね、名前出てくる、大概ね、うん、花子が悪い、うんうん、はい、続きましてメロンブックスさんの2大特典です、みだりちゃんの B2 タペストリーとドラマ CD ですね、はい、あでもメロンブックスさんだけどロリじゃないですね、うん、メロンブックスさんはですね、うん、なんかあの松宮キセリさんのなんか、はい、なんかオンリーショップみたいなのやってたんですよ、特典決める時期に、キセリ先生が大好き、そうそうっていう感じですね、なるほど、はい、いや可愛いですねこのイラストもね、このイラストもね、だいたいあらすじに花子出てくるんだよな、はい、続きまして駿河屋さんの2大特典です、白姉ちゃんの B2 タペストリーとドラマ CD ですね、はい、うん、ということで、まあこれもまたなんか花子が悪そうな感じの、うん、これは白姉ちゃんと花子さんの2人かな、はい、うん、これだけね、あの草原さんが唯一知らないという、そうですね、どんなこと話してるんだろう、まあでも大概ねこれね本編にそぐわのアホっぷりですよボイスドラマに関しては、はい、うんうん、で続きまして、続きましてアズライト公式通販がみだりちゃんの B2 タペストリーですね、はい、はい、そしてアマゾンさんが、ゆきなとみだりと森のティータイムというボイスドラマのダウンロードコンテンツカードですね、はい、でございます、うん、はい、あのすみません、ちょいちょいなんか ドラマ CD って言っちゃってる部分あると思うんですけど、あこれあのダウンロードカードです、ボイスドラマのダウンロードカードです、うん、はい、追加特典は今のところ、予定はないです、であとオリジナル特典って呼ばれる、うん、ゲーム内のイラストを使ったあの特典が、あの今あのどのお店で何やろうかっていうのをちょっと決めてる最中なので、うんうんうん、そちらも決まりましたら、公開させていただきたいなと思っておりますよ、はい、はい、続きまして早期予約特典キャンペーンのリマインド告知です、はい、うん、松宮キセリ先生書き下ろし複製サイン入り神掛ゆきなの照れる仕草がツンデレ可愛いおっぱい色紙、はい、ですね、ですこちら今、うん、あのお店で予約していただくと、お受け取り在庫がある、お店ではお受け取りがいただけます、また、通販で、ご購入の方は購入時に一緒についてきますので、あのぜひぜひ早めに、数に限りがございますので、うん、お早めにご予約いただければなと思いますと、はいはい、いうことで、はい、そしてここからが新規情報でございます、新情報、はい、なんだなんだ、はい、じゃん、めっちゃ可愛い、はい、では読んでいただいてよろしいですか、はい、早期予約キャンペーンの紹介、はい、はあ、これが、はい、へー、
読むっていうのは どちらを台本のですね、はい、4ページ目のですね一番下です。ここも読んじゃっていいわけですね、はい。そして今月末から白姉ちゃんの早期予約特典第2弾が開始されます。はい、めちゃくちゃ可愛い、はい、こちらですね、うん、早期予約特典第2弾、なんだっけ、白姉ちゃんはちっちゃいのにでっかいおっぱい色紙です、はい、ちっちゃいのにでっかいおっぱい色紙、はい、素晴らしい、かわいい、はい。こちらがですね、うん、3月の29日から、うんうん、早期予約特典第2弾として、うん、ご予約済みの方は予約券を持って、ご予約いただいたお店でお受け取りいただけます、うんうん、で通販の方は、合わせて、一緒にゲット、購入時にあの商品が届いた時に、一緒に、届きますので、ぜひお願いいたしますという感じです、はい。いいですね。いやいのにでっかい、なんかやっぱね、白姉ちゃんはね美少女だと思う、うん、美少女だし、こう右手の位置がいいですね。右手の位置、うん、俺右手の位置も好き、左手の位置も好き、あ、左手の形がいいですよ ね、うん、いや、うん、白姉ちゃんはエチエチやな。いや可愛いな。ちなみにでかい方から色紙かって言われてますけど、うん、多分でかいトップ2は白姉ちゃんと乱ですね、うんうん、だユキナより乱の方がでかいはず、確かねえ、はい、乱ちゃんも見てみたいな、はい、うん、さらに早期予約特典第2弾開始を記念して3月29日にアンズミツさんのサイン会を実施いたします。はい、3つパイセンの、はい、ということで、3月29日に、3つパイセンのサイン会を開催いたします。はい、ぜひね、うん、で、まあ、うちのサイン会の、いつもの感じなんですけど、はいはいはい、ご予約いただいた方で、うん、抽選会を実施しまして、うんうん、当選した方は、サイン会にご参加いただけますと、うん、で、何本予約していただいてても、1回サイン会参加が当選したら、うん、そこで終わりです、うん。ただまあ抽選回数はもちろん予約数、うん、いけますので、当たる確率が上がるということですね、はい、うんうん。で、まあ、今ちょっと詳細出てますが、29日、3月29日ですね、秋葉原1号店で、開催をいたします。ご予約1件につき1回の、抽選にご参加いただけます、うんうん。当選されたらサイン会の整理券をお渡しいたします。で、名前が入ります。誰々さんへっていう、名前です。めっちゃいいじゃないですか。はい、だってあの可愛い色紙に、あの可愛い色紙に、可愛い三つパイセンにサインしてもらえるわけでしょ。はい、もうだからアメとユキさんの複製サインが入ってる状態で、アンズミツさんのあの縦書きサイン、はい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 、直筆サインが入ります。これはいい、はい、俺も並びたいもん。並びたい並ぶべき、はい、うん。で、ちょっと数は減数になる予定なんですけども、後日ご予約者を対象に、うん、今回その日程が合わずに参加ができない方ももちろんいらっしゃるでしょうし、ねまあね、地方の方で、お住まいの方とか、そう、いらっしゃらないっていう方もいらっしゃると思うので、はい、後日ご予約者を対象に、うん、その直筆サインが入ったサイン色紙が当たるキャンペーンを、もう本当に数名様にはなるんですけども、うんうん、プレゼント、できるようにちょっと準備をしようかなと思っております、うんうん。でもそんなに数は、ないので、うんうん、割と倍率は高くなるかなとは思うんですが、こちらもね、当日来れない悔しいって方もいらっしゃると思うので、うんうん、ぜひちょっと参加していただいて運で引き寄せていただきです、うんうん、はい。ということで、はいはい、サイン会を、まあ、3月29日に、うん、実施いたします。はい、はい。そして最後に、はい、週替わりツイッターキャンペーン第6弾のフォロー&リツイートキャンペーンのリマインドです。はい、はい、こちらが琥珀婚約鈴谷真弥さんの直筆サイン色紙が1名様にプレゼントという、はい、キャンペーンが実施中ですね。はい、こちらですね、まあ、今週末ですね、3月17日23時59分まで。なので今、うちが走らせてるキャンペーンが、うんうん、結構あるんですけど、ねはい、たまえら未来の、鈴谷さんの、はい、キャンペーンと
ミシクロの、うん、金目しおりさんの色紙が当たる、うんうん、キャンペーンと、うん、あとミシクロのあれですね、サブキャストの、はい、余命様の、色紙が当たるキャンペーンと、うん、あとね、まあ、この後ありますけども流星のキャンペーンと、うん、4本ツイッターキャンペーン走ってますので、みんなリツイートしてね、はい、ぜひね拡散して、いただきたいなと思いますよ。ねどれに応募したのか分からなくなってきたやつ全部ね、なんかリツイートマークがついてないやつは全部押したらいいと思う押したら分かりますもんね。そう、押したら分かる。押してたらね、はい、緑色とかになりますもんね。そうそう、緑色になるんで、うん、ぜひね、はい、参加していただきたいなと思いますよと、うんうん、はい、はい、ということで、はい、以上たまゆら未来のお知らせでした。では CM どうぞ。はい、 CM です。ちょっと音が大きめだったみたいですね。ねえ、ねえ、ちょっと耳が皆さん破壊されたかな、ごめんね。でもね、スタッフさんはみんな後ろのポスターを張り替えるために誰もね音量いじれなかったんだ今、ごめんね。先に調整しとけって言ってるじゃない、言ってるじゃない。ちょっとずれてるね、ちょっと引っ張るね。あ、ちょっとずれてるかな。うん、ぬぬぬぬぬいいかな、いいですかね。うんうん、はい、はい、ということで、はい、ということで流星のコーナーでーす。はい、はい、ちょっと先にすみません、言うの忘れてました。ふつおたと、はいはい、クスカスタマイズっていうね、なんか新しい変なコーナー始まったじゃないですか。あ、はい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 、始まってないんですけど、はいはい、始まってないですよまだ、募集はしたけど、始めるっていう話したじゃないですか、うん、はいはい、今日は一番最後にやりますね。はい、ゲストさんがいらしてました。はい、ゲストさんがねいらっしゃいましたのでね、はい、はい、ということで、爆音ごめんなさいね本当に ねすまない。はい、ということで、うん、まずはですね、本邦初公開でございますね、はいはいはい、特典、書き下ろし特典、はい、流星の書き下ろし特典をですね、うん、紹介していきたいなと思います。なので一応新規絵になるのかな、うんうん、はい、じゃあ出していきましょうか。はい、おお、こちらがソフマップ様の特典ですね。はい、クラリスの B2 タペストリーとドラマ CD 他、はい、予定、はい、はあ、ドラマ CD になっちゃってるな。これもすいません、ボイスドラマですね。ちょっと今 CD になるか、うん、ダウンロードコンテンツになるかは、うん、ちょっと今調整中なので、すいませんが、ちょっと確定した内容で、ホームページの方は更新させていただきますので、うんうん、すいません。って意外におっぱいありますね。意外におっぱいありますよ、ねね、めっちゃ気痩せするタイプだなっていう感じがします、ね、いやエルフだしやっぱ耳といいですね、尖ってるのかわいいね、かわいい。しかもこれあれですよ、うん、13課ですよ、13課、13課で13課ですよ。誰が来るとも知れないのに、そう、誰が来るとも知れないのに13課ですね、これ、ね、13課とか本当いつ誰が来てもおかしくないですからね。で、うん、これちょっとね、びっくりギミックがありましてですね、うん、このクラリスの背景あるじゃないですか、うん、後ろの背景、うん、これクラリスの後ろの背景って、うん、13課のいわゆる立ち絵の背景あるじゃないですか、うん、あれと同じデータを加工して入ってるんですよ。なんで1から書き直しじゃなく、実は、うん、流星の背景データって全部 3D で作られてて、うん、カメラの位置を変えるだけで、うん、実は背景が、別の背景がいろんなこうシーンを切り取れるわけですね。そうっていうので、結構ねすごい、なんかあまりないテクニックをね使って背景が入ってたりします。すごい、もうセットが出来上がってるみたいな、はい、そう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 、うん、っていうね感じです。いや時代もねすごくなりましたね。
はい、じゃあ続きまして、続きまして月中屋さんの特典ですね、はい、シフォンの B2 タペストリーとドラマ CD でいいんですかね、これもね、あ、これもあのボイスドラマは確定してて、うん、CD かどうかはちょっと今、うん、あの調整中です。はぁ、いいですね。いいでしょう。いいですやっぱ華奢ですね。そうっす ね、 ね、なんかね、うん、あのそう、あのまあ秋梨さんの、うん、あのまあ塗りというか、うんうん、あのグラフィックのあのまあ最終的にその色のね、はいはい、あの彩色だったり調整だったりもあの秋梨さんがやってるんですけども、うん、なんかね透明感のある塗りが、うんうん、はい、やっぱあのすごい特徴なのかなっていう感じはします。あとねやっぱねそのシフォンの髪の色が水色だから、はい、よりねなんかね透明感があるような、うん、ありますね、はい、感じがしますね。いやシフォンってやっぱ美少女だったんだなあの演じてて美少女感なかったでしょ、多分あんまり感じてなかったんですけど、はい、そうですね、へえ、はい、続きまして、続きましてメロンブックスさんが小町の B2 タペストリーとドラマ CD、はい、うんうん、こちらもあのちょっとボイスドラマですね。これエチエチな下着ですね。そう、あのね、うん、小町ね下着エロいんすよね。エロい、股髪が浅いね、どんだけ出してくれるの。そう、あのね、うん、合コンやって彼氏も捕まえられず、うん、処女のくせにこんななんか誘うような下着しやがって、ね、エロい尻してますよこれ。そう、なんか体型がいい、やっぱなんか素形部がエロい、うん、はい、続きましてコメントで24歳さすがって書いてある、ね、大人の魅力ですね、はい、はい、続きましてアマゾンさんの特典ですね、はい、こちらがメルの B2 タペストリー、はい、路地裏です。路地裏でお姫様に何ということを。お姫様を路地裏に連れ込んでね、うん、この刑事のクズがハールソンさんが怒っちゃう。これルカバレたらハールソンに切られるやつですね、うん、はい、いいですなタイツ、いや、そう、タイツ、ストッキングかな、いいですね、うん、そして、うん、まあなんといってもですね、うん、メルはやっぱ凶暴な、あ、もうね主張が、そう、凶暴な胸がね、うんうんうん、しかもねこれクロストのデニールにこだわりがあるのか、うん、そう、ちょっとねパンツ透けてたりとか、ね、ちょっと足がね透けてたりとかして ね、 いいね、なんかね、うん、この透け感がね、おい、この透け感見たときすげえなと思って。これはもうタイツじゃないですもんね、ストッキングですね、多分、うん、いいな、はい、うんうん、まあこれはぜひね、まあ、ハールソンに切られたい方はアマゾンさんで、うん、予約をしていただいてはい、はい、続きましてこちらがトレーダーさんの特典ですね、はい、小町の B2 タペストリー、はい、うん、ということでこれもねまたねなんか警察署内ですよ。またエロい下着を履いてますね小町さんはけしからんですな。小町さんなんかちょっと下着の線細いよね、うん、だいぶ出してくれますよね、はい、うん、へえ、これも13個ですか。いや、これは別ですね、うん、はい、別のところです、うんうんうん、13個ね、こんなに整ってないんですよ。確かに13個ってもっと薄暗くて、これは残業っていいこれは残業。残業、はい、あ、ネクタイ確かにいいですね。そうね、裸ネクタイって ね、 間にね、あ、通してね、いいね、うん、はい、続きまして、続きましてゲーマーズさんの特典ですね。小町になってんな。シフォンでいいんですよね。シフォンですね、はい、シフォンです。シフォンの B2 タペストリー、すいません5時です、うんうん、はい、シフォンですよ、うん、ということでこれはシフォンのお部屋ですね、うん、お部屋、ああ、なるほど。そう、なんか草が生え散らかしてるのは、そう、シフォンのお部屋ですね。育ててるのかな。はい、育ててますね。ね、一見森の中みたいですけど。はい。シフォンはね、お金がないから、あの自家栽培でね、ご飯を自分で作ってね、食べられるかどうか謎ですけど。草を食べてます。はい。ここは部屋です。しかもね、シフォンのね部屋ね、差分めっちゃ多いんですよ。引っ越してきた直後、はいはいはい、なんかちょっと草が生え始めた頃、うん、草が結構生え始めた頃、うん、草に侵食された頃っていうそのなんか結構差運があって、ね、農場ですからね、はいはい、続きまして虎の穴さんの特典ですね、はい、こちらがメルの B2 タペストリーですね、はい、またねこんなねお姫様にこんな格好させて ね、 いけませんぞ。で、裸ローブですよ、うん、裸ローブ
ハレンチですぞ。ハレンチすぎる、こんなハールソンに切られるわ。はい。ねえ、このローブだけで外歩かせてんですかね。そうですね。はい。続きましてヘリオドール公式通販、はい、こちらがクラリスの B2 タペストリー、はい、はーということで公式通販の方は、うん、クラリスの B2 タペストリーが、つきますよということで、うんうん、これはね、うん、どこにエロスを感じてほしいかというとですね、はいはい、奥のゴムですね。あーほんとだー、たくさんある。そう、うんうん、なんか特典絵で奥にこうなんかゴム散らばってるのってなかなかないっすよ ね、うん、ねしかもスーツですよ。そう、スーツです。やばくないですか。やばいっすね、うん、なのにエルフですよ。そう、エルフですよ。この組み合わせってあんま見ないですね。ないっすね。ゴムとスーツとエルフ。そう、スーツエルフはなかなかないっす、ね、この3点バースト。はい、素晴らしいですね。はい、はい、そうで、しかもあの破れてるんです。うん、ねえ、お盛んですね。はい、お盛んですね。はい、はい、ということで、特典周りのご紹介をさせていただきまして、うん、改めてですね、流星ワールドアクターの製品仕様に関してちょっとご説明をさせていただきたいなと思います、うんうん、画像どうぞ。はい、うん、こちらがですね、流星ワールドアクターの、商品仕様をちょっと今回まとめてまいりました、うんうん、まずですね、流星ワールドアクター初回限定版、ございます、これパッケージ版ですね。まあ、価格が9800円税別です。で、早期予約、あれ早期予約特典の色紙って今日データある？なんか色紙のデータがないような気がするな。いや、あるんですけど、うんうんうん、持ってきてないかもしれない。はい、ちょっと頑張って間に合わせていただけるとね嬉しいなと思うんですが、ちょっと説明しておくんでね。はい、早期予約特典の、色紙があります、うん、クラリスの、サイン色紙です、うんうん、はい、これはあの、まあ、お店で予約していただいた方はその場で、うんうん、通販でご購入の方はご購入時に、はい、手に入る色紙がございます、うんうん。で、続きまして、予約特典、これはですね、予約していただいた方が、対象になるんですけども、うん、これは商品、到着時ないしはご購入時引き換えなんですけども、うん、資本の、色紙がもらえます、うん、はい、こちらも含めまして、まあ、色紙が2種類ですね、うん、ありますので、ぜひね、あのお早めに予約をして、いただきたいなと思いますと、はい。で、初回限定版特典が、ノンテロップオープニングムービーのムービービデオですね、うんうん、これあの今頑張ってオープニングムービー作ってるんですけども、うんうん、ちょっとね、ノンテロップで見てほしいなと思う部分もありまして、うんうん、はい、ノンテロップムービーが特典でつきます、うん、で、続きまして流星ワールドアクター設定資料集、まあ、こちらはですね、うん、まあ、流星ワールドアクターの、まあ、その世界観含めて、ちょっと設定資料をですね、特典としてつけたいなと思います、うん、はい。で、シナリオボリューム、等々ですね、下記載させていただいておりますけども、うん、シナリオ 3.1 メガ、うん、3.1 メガってどのぐらいの分量かっていうと、うん、どのぐらいなんですか？ソーサレスアライブとイコール、うん、あ、じゃあだいぶ長いってことですよね。だいぶ長いですね。大ボリューム、大ボリューム、うんうん、まあ、草原さんシフォンのね、はい、あの台本を見ていただいたと思うんですけど、はいはいはい、シフォンが、出てないところも、うん、まあ、あるじゃないですか。たくさんありますよね。資本が出てないところの方が多いぐらいです、うん、いや、それはそうですよね、分量的には、うんうんうん、なので、まあ、なんて言ったらいいですかね、うん、そうだな、まあ、ソーサレスアライブやった方はソーサレスアライブと、同ボリュームですって言うと一番伝わるのかな。で、ソーサーラヤットラーマーっていう方に分かるように、はいはい、お伝えすると、大体ですね、ライトノベルあるじゃないですか、はい、ライトノベル1冊分っていうのが、250から300キロと言われてます、うんうん、なので、まあ10冊分、うん、ラノベ10冊分、ラノベ10冊分、うんうん、とかっていう感じで、うん、そうね、ソサーラの分量がわからん人は、うん、ソサーラやればええねんこの機会にぜひ、はい、ぜひ、うん、
はい、で、シナリオボリュームが 3.1 メガで、イベント CG が、うん、まあ、差分含まずベースで、100枚あります。で、まあ、演出用 の CG などもありますので、まあまあ、これプラスアルファという感じで、はい、見ていただければなと思います、うんうん。で、背景はベースで50枚あります、うん。で、合わせてですね、まあ、これ差分も、1枚につき、第7共和国って夜だけじゃないですか、うんうん、朝とか昼とかの差分ないやんけって多分思うと思うんです、うんうん。まあ、朝っていうか、朝昼と夕方、うん、とかがないやんけ、太陽昇ってみたいな、全部のですね、うん、外背景に雨と霧が入ってるんですよ、うん。あ、なので実は意外と多い差分が、はい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 、なんで合計すると100枚ちょいいったのかな、背景も、うんうん、はい、ありますので、で、で BGM がこの、ざっと数えて54曲ありましておうおう、で、まあ、1曲に、対して、まあ、アレンジが、うん、2つ3つあったりとかもしますので、うんうん、まあ、実はゲーム内に実装する曲数としては100曲以上すごい入ります。はい、で、まあ、うん、お歌がですね、うん、3曲入っております。すごい、なんかどれもボリュームありますね。ボリュームありますね、うん、はい。なので、まあね、ぜひね、ボリューム、ソサーラがですね、うん、歌と歌のインスト込みで51曲あるので、うんうん、ソサーラよりちょっと多いかな、うん、うん、っていう感じですね。まあ、曲の、ショート版とインストが入るので、まあ、BGM というかゲーム内に流れる曲としてこれプラス6ですね、うんうんうん、なので、まあ、60曲ぐらいになるんじゃないかなという感じですね。まあ、また4枚組コースどころかアレンジも全部入れようとすると4枚じゃ足りないかもっていう感じですね。ほうほう、はい、お、なんかいい質問ありますね。はい、なんでしょう。クスは歌ってるって。お、どうでしょうね。クス歌ってましたっけ。クス歌ってますかね。歌ってましたっけ。どうかな、言っていいっすよ。あ、歌ってますはい、歌ってますね。そう、歌ってますね。ゲーム内には入りませんけどね。うん、メインヒロイン4人のキャラソンが。キャラソン。はい。ね、すごいキャラソン、キャラソンしたキャラソンで私嬉しかったですよ。そう、シフォンめっちゃキャラソン、キャラソンしてるね、はい、曲ですね。はい。メインヒロイン4人のキャラソンが出ます。で、ゲームの発売前に、出ます。うんうん、ので、で、キャラソンのインストは、BGM として、うんうん、ゲーム内に実装予定、うんうん、で、個別ですね、1枚ずつじゃないのか、今ちょっと発売日、等々含めて調整してるんですけども、うんうん、まあ、4キャラ順番に出ていきますよっていう感じに、なっております。ゆずシステム、ゆずシステムですああ、なるほど、はい、で、まあ、ちょっと主題歌情報とかもうちょっと待っていただければなと、思いますけども、うん、まあ、ゲームの発売に先駆けまして、なので多分順番としては体験版が出て、体験版遊んでいただいて、ちょっとキャラの、うんうん、キャラとなりが、うんうん、分かったタイミングぐらいでちょっとキャラソンをリリースしていこうかなと、うん、思ってます、うん、で、まあ、本編をお待ちくださいみたいな感じになるかなっていう、イメージでちょっと考えております、うんうん、まあ、ちょっとね、体験版いつだよってね、おっしゃってる方が結構いると思いますが、はいはい、気になりますよ。まあ、そんなにちょっと焦らず待っていただきたい、うん、発売日7月なんでね、うんうん、これもちょっとね、マーケティング的なね要素もあるんですけど、うんうん、体験版早く出しすぎても意味ないっていうのがね、うん、あ、そうなんですか。あるんですよ、うん、何回も出す想定だったら、うん、もちろんね、うんうん、いいんですけど、発表と同時に体験版で発売直前にその続きが遊べる体験版、うん、これは深層ノイズとかでやったパターンなんですけど、うんうん、先行体験版と第2弾体験版と、うん、で、ただまあね、ちょっとね、発売まで、まあ、きちっとね、ちょっと出していきたいという部分もありますので、もう少々というか、まあ、結構お待ちいただきたいなと思います、うんうん、はい。でね、延期はしないよ。もう延期しないよ。これ延期したら本当にごめんなんだけど、延期しないよ。はい。
なんで、うん、その体験版が出てからはもう流星尽くしで発売まで駆け抜けられるような感じでちょっとね考えてますので、うんうん、はい、もうちょっとねお待ちいただきたいなと思います。まあ体験版が出る順番はミシクロ、玉浦、でまあブックメーカー、うんうん、ブックメーカーと玉浦はどっちが先か微妙かな、もしかするとほぼ同時ぐらい、まあ発売時期近いですもんね、かもしれないかなっていう感じですけど、うんうん、で、続いて流星と、うんうん、いう感じです。で、体験版は共通全部ではないですね。共通全部っていう言い方ができないゲームではありますが、共通全部ではないですね、うん、はい。キャラソンの詳細、キャラソンの詳細ってな、ど、何言ったらいいんだろうな、まあ、いつ発売を予定、出る順番から言うと資本は最後ですね。資本は最後、資本は最後です。はい、お久しぶりになんかねセリフが入ってるキャラソンを聞いた感じがする、ね、セリフ入ってますね、セリフが入ってる、ちょこっとセリフ入ってお、顎じゃないけど、あ、色紙の用意ができたらしいので色紙出しましょうか。大丈夫かな、ね、大丈夫かな、バンされないですか、大丈夫じゃないですかね。お、ちょっとお待ちくださいね。はい、出ますかね、そろそろ出たかな、じゃん、じゃん、おー、なんか顎じゃないとエッチですね、顎じゃないとエッチですねはい、こちらが、予約特典色紙、うんうん、でございます、うん、はい、やっぱり着痩せするタイプですね、着痩せするタイプですね、うんうん、あれで資本は、あ、資本の色紙もあるんですよね、資本の色紙もありますよ、うんうん、資本は、資本は出ますかね、資本はちょっと時間がかかりそうですかね、うんうんうん、このエロフエロフ、エロフ、資本も準備しますので少々お待ちください。はい、はい、という感じで、なんだろう、何の話してたっけ、まあ、キャラソンも出ますよっていうことで、ぜひお楽しみにしていただきたいなと思います。で、はい、ですね、はい、何ですか何ですか、流星、はい、ワールドアクター第7共和国亡命パックというのが出ます。まあありていに言うとですね、うん、豪華特装版なんですけど、はい、亡命できる、はい、価格1万7000円で、うん、書き下ろし攻略ルートがないですけども、ユーザーの皆様の声にお答えしましてですね原涼子エッチな B2 タペストリー、カフェのお姉さんですよね、カフェのお姉さんですはい、いいんですか、エッチシーンないのにエッチな B2 タペストリーに。そう、やっぱりなんかね、うん、そのね、これ発表した後に、涼子のエッチシーンないんかいっていうつぶやきを見ました、うんうん、なのでこれ発表後に決まりました、うん、へーえ、しかも涼子さんの無夫婦なドラマ CD まで、はい、なので、うん、エッチシーンはゲーム内では用意できませんでしたが、はいはい、エッチな絵と、うん、エッチな声は用意させていただきました。ある意味攻略できる、はい、うんうん、まあ攻略はできないんですけどまあある種ね、ちょっとね、あ、ムフフはねもうガチで本番ありです、本番あり本番ありっていうとあれですけど、けっぴろげな、本番ありですよ、本番ありの、うん、原涼子ドラマ CD がついてきます。これは CD がついてきます、うんうん、はい、でメリッサのアクリルスタンド、等身大はい、等身大アクリルスタンド、メリッサ身長約20センチです。あ、じゃあちゃんと再現できますね、はい20センチのアクリルスタンドが、ついてきます。ポケットに忍ばせてよ、はい、で、4つ目が、絵で見ると分かりやすいんですけど、小町が腕章つけてるじゃないですか。あ、つけてますね、あれ、第7共和国警察庁の腕章なんですけど、はい、第7共和国警察庁腕章風リストバンドっていう、まあ、ちょっと腕章のねデザインを使ったリストバンドが中に入ってます、うんうん、はい、うん、っていう、感じで、アンドモア、ちなみにですね、これ製品仕様としてここまでは確定です、うんうんうん、ね、これは絶対入る。そうで、ここまでは確定で、あと何入れよっかっていう話を今やってます。はい。なので、これがね、まあもしかするとこれモアに
確定してたらハテナは外してたんですけど、はい、増えないかもしれないんですよ。なるほど。なのでお約束できるのはここまでです、うんうん、で、ここから、増えるかどうかっていうのは今調整してるんですけど、もしかすると増えないかも。ただ増えたら、うん、あの追加でお知らせをさせていただきますと、うんうん、で、もちろんですけども初回限定版についてくるノンテロップオープニングムービーとか、うんうん、設定資料集、こちらは全て含まれますと、うんうん、いうことで、第7共和国亡命パックというのがありますので、まあ、特典コンプリートしようかなみたいな方は、うんうん、はい、まあ、まず1本はこちらでね。でこれ受注生産なんですよ。なのでちょっと、いわゆる初回版と違って予約の締め切りが早いので、うんうんうん、お店さんでも多分1ヶ月前から6月末ぐらいに、うん、まあ、予約の締め切りが入ると思いますので、うん、こちらも、3月29日から、うんうん、予約開始いたしますので、ぜひ、合わせてですね、まあ、予約ご検討いただければなと思っております。でさっきちょっと、うんうん、特典周り書き下ろしはずらっと出したんですけども、はいはい、とりあえずね、書き下ろし特典はそんな感じなんですが、うん、ダウンロード版に特典がつきます。うん、草原さんはご存知なのでしょうか。何ですか。ダウンロード版に特典がつきます、はい、ダウンロード版の特典がですね、ご存知なのでしょうか。資本のドラマ CD がつきます。ああ、はい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 、CD じゃねえや、ボイスドラマが好きなダウンロード版の特典なんで、ボイスドラマのダウンロードコンテンツ、はい、エッチいやつです。へー、はい、撮った撮ってないです。撮ってない、あ、撮ったやつじゃない、撮ったやつじゃないです。そっか、あれエッチなのなかったのか。そう、ドラマ、ボイスドラマ、うん、ボイスドラマ3つぐらい撮りましたよね。そう、今まで撮ったやつエッチなのなかったじゃん。確かに、玉浦はあったけど優勢はなかった。はい、なんで、あ、玉浦もなかった。玉浦もない、ミシクロはあった。ミシクロはあった。もう混乱しとる。玉浦はなかった、はい、優勢もなかった。なので、うん、ダウンロード特典はシホンのエッチなボイスドラマがつきます、うん、まだ撮ってません。はい、なのでちょっと追加の収録ありますので、うん、よろしくお願いします。やったー、お仕事増えたよ。はい、はい、で、資本の色紙が準備できたそうなので出ます。はい、あらー、あらー、エッチじゃないですか。はい、やればできるじゃないですか。はい、こちらが、予約特典ですね、うんうんうん、予約してご購入いただくと、ご購入時にお渡しになります、うんうん、色紙になりますので、ぜひ。いいな、こちらも。このなんか無垢な感じと、はい、ね、シチュエーションのギャップ、はい、たまらんですね。たまらんですね。これ紐パンですか。紐ではないのかな。紐じゃ、でもだいぶ細いですね。だいぶ細いですね。こんなの持ってるんだ。はい、ということでですね、うん、まあ、色紙の絵はですね、絵の指示とかがですね、うん、一切ない状態で、これはもうアギナシさんの好みなのかどうかはさておきとして、アギナシさんの、はい、なんか趣味で描いていただいた感じですね、うん、はい、うん、ということでちょっとまた亡命パックの方に戻してですね、商品使用ですね、はい、ということで、まあ、第7共和国亡命パックと、初回限定版とありますので、うん、ぜひね、まあ自分のニーズに合った、うんうん、はい、パッケージの方を手に取っていただければなと思います、うん、はい、では続きまして、フォロー&リツイートキャンペーンですかね。はい、3月24日の23時59分まで、ヘリオドールアンダーバーインフォをフォローし本ツイートをリツイートすると抽選で11名様に出演声優、お名前がたくさんありますけど、はい、読み上げますか。はい、読み上げましょう。花園芽衣さん、柚原美優さん、花咲ここみさんですね、ここみさん、楠原由衣さん、桃山イオンさん、ひいらぎサンタさん、いい筋肉さん、ルリノアキラさん、いちごミルクさん、春のいろはさん、夏目みつかさんの直筆サイン色紙がプレゼントされます。はい、うん、ということでね、総勢11名様にプレゼントいたしますので、で今日ねギリギリ間に合わなかったんですけど、はいはい、来週からちょっとフォロワー数がね2500人を突破しましたので、うん、まあ、ちょっとそれを記念して、うんうん、ツイッターキャンペーンもう一個やろうかなと思ってるんですけど、うん、前回ソーサルスアライブの時に、うん、非常に
好評をいただいてまたやれっていうご意見をですね多数いただいたので、あの流星ワールドアクターのマグカップが当たる、ハッシュタグキャンペーンかな、を、来週から開催予定です。で、今、まあ、ここにね来ていただいている、まあ、デジナマミンの皆さんに、先行でちょこっとお知らせさせていただくと、シャープ流星 WA っていうハッシュタグでやってるんですよ。で、ハッシュタグ流星 WA で今のうちにつぶやいておくといいよってツイッターの方で宣伝させてもらったんですけど、開始と同時に抽選します。なので、今つぶやいておくと初回の抽選に入れます。なので今のうちにつぶやいておいた方がいいです。そっか、当たりやすくなりますよね、はい、今つぶやいといた方が。そうで、初回抽選は人数増やします、なので今のうちにつぶやいといた方が当選確率が上がる。そう、いいと思います、今は、人が少ない、しかも、当たる人数が初回は多いということで、まあ、毎週1名様発売日までということでね、やっていきたいと思っておりますが、はい、最初に、抽選する人数は一応ね、毎週1名様なんですけど初回だけ5人抽選しようかなと思ってますので、今のうちにたくさんつぶやいた方が有利ですか、って書いてありますよ。たくさんつぶやいた方が有利ではあるかなと思います。あとなんかハッシュタグだけとかっていうのは、うちうちで除外はさせてもらってます。なるほど、はい、じゃあちょっとしっかりしたコメントというか、そうね、そうある程度のね。でツイート数は当選率に多少影響は出ると思います。やっぱ全部は一人一個ずつみたいな感じで振り分けて抽選するのはなかなか難しいので、一旦ドバッとやって、であまりにも多い人は、もちろんね、多少間引きますけども、っていう感じですね。なので、まあ、流星ワールドアクターの、に対しての、まあ、期待じゃないですけど、とかをちょっとね、込めていただきながら、シャープ流星 WA のハッシュタグでつぶやいていただけたら、はい、嬉しいなと。思いますので、ぜひぜひご参加ください、はい、はい、ということで流星ワールドアクターのお知らせはこんな感じですかね。はい、ではでは CM どうぞ。世界が血に染まる大きな戦があった。何十何百万という命が戦火に飲まれ消えていった。英雄と呼ばれる者たちの手で戦は終わった。それから数十年が経ち、第七共和国は24時間空が明けることのない漆黒の世界で生きる国として繁栄を極めつつあった。しかし暴力、麻薬、種族問題、殺人、そしてキーパーと呼ばれる異能力を身につけた者たち、繁栄の陰に潜む悪はいつの時代にも存在し続けている。これはそんな悪に立ち向かう飛龍ルカという男の物語だ。本日付でこちらの部署13課に配属となりましたクラリス・サインブルグです。贅沢は言えません。こうして命があるだけいいじゃありませんか。13課ってのはね、警察内でも荷物だったり厄介な存在が入るとこ。先ほど隣の部屋に引っ越してきたシフォンと申します。ずっと閉じ込められてたんだから当たり前でしょ。バカなの。やめておいた方がいい。お前では怪我をするだけだ。時代の責任じゃない、この国の在り方の問題だ。おやおや、珍しい客人だね。ルカ君じゃないですか。なら覚悟しておくんだな、死ぬことも。さすが組織一の給料泥棒と噂されるだけのことはあるな。敬う気持ち、それはどんな気持ちですかね。もう少し面倒見てあげたら。右も左もわからないんだし。
流星ワールドアクター2019年7月26日発売予定。はい、はい、ということで、うん、新コーナーに参りましょう。新コーナー行きますか。はい嘘でしょこのタイミングでくしゃみを我慢してるなぜにさっきやっておかなかった、はい、いきますよ、はい、DJ クスカスタマイズ、はい、このコーナーは皆様からお送りいただいたキャラクター属性をランダムに複数選び、そのすべての属性を兼ね備えた最強ヒロインを私楠原ゆえが演じるというコーナーです。最強ヒロインって台本に書いてある。書いてある、はいはい、ぶっつけ本番です。はい、ということでですね、うん、アンケートを出します。ですね、抽選する数を選ぶんですが、はい、下から2番目の投票率だった数でいきます。はあ、下から2番目。はい、なるほどな。なので何個やってほしいかっていうのの希望を出しつつも、うん、自分の希望が多いとですね通らないっていうね。すごい心理戦だ。はい、心理戦です。あのブービー賞の数でやります。下から2番目で、下から2番目に票が集まった数。なんで5個盛り込みたい人は頑張って5が下から2番目になるように投票をしてください。でも考えてみてくださいよ。5も盛り込んだら1個1個が薄くなるかもしれないですからね。そうね。3つぐらいの方がいい感じになるかもしれない。5個やったらしっちゃかめっちゃかになっちゃうかもしれない。そうね。わからないですよ、それは。しっちゃかめっちゃかの方が楽しいんじゃないかなと、ね、思いますけど。はい、ということで押しましたか皆さん。大丈夫ですか。はい、じゃあ行きますよ。はい、ということは34、22、28 5個です。なんだってうますぎかよ。すげえな、すげえな、5個です。デジナマミンすごすぎる。デジナマミンの調整力すごいなこれ。え、君たちそんなチームワークあったの？いや、初回からハードルが高いですな。もうやだー。はい、ということで、はい、こちらから選んでいただいて5枚選ぶってことでしょ。で、あの同じハンドルネームが出てきたら、うん、ちょっと次の人にしましょう。わ、うん、かりました、はい。これが？あ、とりあえず5個。あ、とりあえず5個。とりあえず5個引きましょう。はい。ふんふん、ゼロ、三、四、あと最後の一個、こっちにしようかな。はい。五、あ、これじゃない。同じ人だった。はい。はい。はい。五個か、いきなりだよ。はい、じゃあ行っていきますね。これが希望さんからいただいた、はい、悪代官。悪代官、悪代官で、はい、山鈴さんからいただいた意識高い系、意識高い悪代官。悪代官、はい、で日月さんからいただいたツンデレ。ツンデレの悪代官、ツンデレの意識高い悪代官。でクリムンジュさんからいただいたのがくのいち。で、龍の字06さんが姫騎士。ちょっと、龍の字多すぎない？どういうことこれ。もっとなんかツンデレみたいなのにしてよ。ツンデレで、ツンデレで、くのいちで、姫騎士で、意識高い系の悪代官。なるほど。はい、ということで、じゃあ、最後に引いた方に向かって、うん、はい、このキャラで、はい、いただきましょうか。はい、はい、じゃあやってみますか。いけますか。はい、はい、よく来たな。午後の会議はもう終わったのか。よかったらこの健康にいい豆乳を飲まないか。こんな話はもういいか。貴様も分かっているだろう。
お主も悪いよな。でもこんな取引をするのはお前だけなんだからな。何？クセ者！私の後ろに下がれ。何？実は私の本職はくの一、悪代官は世を忍ぶ仮の姿だ。さあ早く逃げろ。くっ、捕まってしまった。こいつ相当な手だれだな。やめろ、そんな、離せ。実は高貴な身の上だとなぜ知っている？そう、実は私は亡国の姫。くそ、こんなところで。やめろ、殺せ。このコーナーすごいね。はい、お疲れ様です。頑張ったよ。はい。大変だったよ。ひどいなこれ。設定がひどい。職業ばっかり送ってくるのやめよう。職業3つ入るとね、さすがにね。このセリフを入れてほしいとか、こういう属性とか、いやもっとこういう立ち位置とか、なんかもっ もっとあったじゃん。なんかあのラジオ事件簿を始める前の綺麗な草原優みたいなのあったじゃない、うん、だってランダムで引いたんだもの。大体ラジオ事件簿を始める前の綺麗な草原優ってなんだよ。もうね、今も綺麗だよ。いやもう未実装っすよ。え、もう未実装っすよ。できるできる。あのなんだっけ、オーバーテクノロジーです。今でもできるよ。あの大パーツすぎてもうね、ちょっとね無理っていうね。はい、ということでね、あの普通歌読んでいこうと思いますよ。はい、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 じゃあなんかこの辺からペロリ、はい、こちらはフラノメロンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。クッス、ラメオさん、こんばんは。こんばんは。自分は今年就活生なので会社説明会や就活セミナーに参加しました。ですがピンとくる業界がなく、やはり夢であるオタク業界で働きたいと日に日に思いが強くなっています。というのも、みのりさんがこの間解散報告をしたことが衝撃的で、これからも作品を楽しませてもらうつもりでしたが、今後はそれができないことに。いずれは何事にも終わりがある、そんなことは分かっていましたが、素直に受け止めることができませんでした。ならば今こそ自分が業界に入り、今まで楽しませてもらった分を返却する気持ちでユーザーさんに届けたいと思いました。そこでラメオさんのようにいくつかのブランドのプロデューサーになり、生放送をやったりリアルイベントを開催するのが一番いい形ではないかと考えました。自分は現在北海道に住んでいて、東京のイベントなどには一度も参加したことはないのですが、ラメオさんのお手伝いができるのであればすぐに飛んでいきます。そしてラメオさんの弟子にしてください。何でもしますから。今何でもっつった？自分は未だ何かの形にしてアウトプットしたことはないのですが、情熱はあります。今のエロゲ業界を盛り上げたいと思っています。そんな自分にどうかアドバイスもお願いします。ということで、敏腕プロデューサーの徳永氏に弟子入りしたいという方からお便り来てますけど、あの DMM のリクルートから、うんうんうん、徳永さんの部署で働きたいですっていうのを希望に入れて、備考欄とかに、そうそうそう、応募してもらえればワンチャンあるかもね。おー、ワンチャンあるかも。っていう感じはありますけど、なんだろうね、まあでもこういうなんか気持ちのあるユーザーさんってすごい嬉しいなと、うんうん、まあ思う次第ですけど、まあね、あんまりなんか自分もそのなんか業界歴が長いわけではないので、うんうん、あのね、あのメーカーさんとかと比べて、うんうん、まあ別になんか自分が言うのもなんか変な話かなとは思うんですけども、うんうん、まあただどのメーカーさんもやっぱり広報専任ってあんまりいないんですよ、うん、何かと兼業みたいな。で、確かにそうですよね。そうで、大体ほとんどのメーカーさんが広報に専任で置いてないっていうのは2つ理由があって、うんはいはい、まあ何て言うんでしょうね、広報専任で人を入れるって結構リスク高いんですよ。なんでかっていうとですね、数字が見えないからですね。あ、いやこいつが頑張ったからなんぼ売れたんやっていうのが数値化しづらい、うん、分かんないですもんね。そうゲームの中身にあんまり関係ないので、うんうん、だからまあそうですね、やっぱり何か一つそのゲームの制作部分で関われる部分があって、うんうん、プラスアルファで広報ができると、次は、割とこう開発スタッフって、うんうん、なんか
表に出たがらない人の方が多いかな、うんうん、クリエイティブな方ってやっぱそうかなっていうところがあって、うんうん、なのでなんかそういうそのゲーム制作の一部をやれてかつ表にも出れますせっていうのをアピールするとだいたい消去法でじゃあお前やれよってなると思う特に美少女ゲーム業界その気強いなっていうね気がしますよっていうね感じはしますけどね。うーん、はい、まあそんな感じですね。どこのメーカーさんも広報困ってるんじゃないかなとは思うんですけどもね。はい、じゃあ続きまして、ガオガオさんからいただきました、うん、こんにちは草原さん、ラメオさん、こんにちは、今日は私のメールが採用されるかなと思いながら、うん、送信しています、うん、可愛いだけでなく美しい声と一緒のこの番組は本当に最高ですよね。あらあら、ありがとうございます。毎週毎週してくれたらと思いますしかし出演者の方々が大変だろうから心の中だけで考えます今回の放送もよろしくお願いしますよということで、いただきました。ありがとうございます。ワオワオさんは多分なんか海外の方なのかな、うん、うん、多分そうだと思いますよ、うん、ね、わざわざね、こんな番組って言うとあれですけど見に来ていただいてありがたい限りでございます、ね、はい、はい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 、続きましてこちらは辛すぎた麻婆豆腐さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラメオさん、草原さん、こんばんは。こんばんは。驚きましたよ。まさかの KSR 復活と同時に終了、そして新番組が始まるなんて。でも1回限りとはいえ、深層ノイズのオープニングからタイトルコールが入って始まるラジオ、すごく落ち着く感じがしましたあのラジオで、あれ以来音楽プレイヤーで深層ノイズが流れるたびアイキャッチを口ずさむ病再発です。でもこれからはミシクロのオープニングで同じ病にかかるんだろうな。ラジオ、ゲームと今後のデジネーションも目が離せないです。うん、ありがとうございます。まあ、ね、ラジオ事件もなんかね、実家のような安心感あるんだろうなって思いますよ本当ですか、よかった。結構ね、再生していただいてるみたいでありがとうございます。そう、なんかね、うん、すごいね、再生数が伸びててね、うんうん、うちのその制作チームがショックを受けてるんですよ。なんでですか。ミシクロの PV よりも、うん、玉浦の PV よりも、うん、流星の PV よりも回る速度が速い手がかかってないのにそうそうそう。なのでね、今後はね、なんかね、再生するたびにですね、うん、うちのタイトル1本予約していただけるとうちとしてはすごいすごい嬉しいですね。気軽に再生してよそう、再生して、うん、ああ今日もラジオ事件簿最高だったな、うん、予約しようみたいな感じになってくれるともうハッピーハッピーですね。でぜひデジネーションをチャンネル登録してほしいですよね。まあそうです ね、デジネーションチャンネルぜひね、チャンネル登録していただきたいなと思いますよ、ね、はい、うん、なんかね、まあこういっちゃなんですけど、ラジオ反則のためにやっとるんで、うん、まあラジオでもちろん楽しんでいただきたいんですけど、うん、楽しんでいただいた上でやっぱうちのゲーム買ってほしいので、そう、ちゃんとね、なんかゲームの購入につながってるよっていう証明をしないと、うんうん、ラジオ再生回ってるけど予約入ってないじゃんって言われたら、おえゲロ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 ごめんなさいって、そう言うしかなくなってしまう。もうラジオやめますってなっちゃいますもんね、はい、ぜひねよろしくお願いいたします、うん、はい、続きまして、Q さんからいただきました、うん、ありがとうございます。去年の発表時から非常に楽しみにしていました。これ流星のことですかね。木野谷先生の過去作は何回もプレイしても飽きませんね、うんうん、個人的に過去作の主人公が好きすぎて一人称が俺から俺に変わったりもしました。え、何が変わったんですか今。俺過去漢字から俺過去カタカナに変わったんですね、うんなるほど、はい、うん、さて今回発売の流星ワールドアクターですが2019年7月末ということで思ったより早くてびっくりしています、うんうん、放送にもありましたがメインキャラクターの貧乳率が高いですね。さすがは貧乳好きの衣笠先生です。なんで知ってるんだろうあ、貧乳好きなんですか。貧乳好きですね。貧乳好きで主人公は巨根。そう、いつもの感じですね、キャラクターでは資本が笑えるということで気になっています。声優が草原優衣さんということもあり嬉しいです、うん、他にも背景や BGM が良かったりとなかなかに神作、うん、予約開始前には友人に耳がはらむくらい今作を進めたいということで、うん、はい、まあ、ぜひね友人の耳をはらませていただきたいなと、うんうん、思いますけどもね、
はい、ということで普通歌も読ませていただきました、はい、ちょっとあんまり数読めなくてすいません、ね、今日は盛りだくさんでしたね。情報もあったし、そう、ね、ゲストさんもいらしてたし、そう、なんか頭の30分やっぱね、うん、人がいるとねなかなか時間経つの早いなっていう感じがします。嵐のような30分、うん、何気にね新コーナーもあったし、はい、ということで、うん、プレゼントの紹介をしていきましょう。プレゼントは、はい、今週の生放送のプレゼントは、うん、草原優さんのサイン色紙です、うんうん、こちら1名様にプレゼントいたします。じゃあいつもの応募方法について、はい、いつものです。応募方法についてご説明いたします。印象に残ったキーワードをリスナーの皆様のコメントから募集、コメントの中からスタッフさんが適当に拾ってアンケートを作ります。アンケートを実施し、キーワードを決定、キーワードを記載して応募するです。です。はい、みんなキーワード打ち込んでくださいね。はい、ということでですね、うん、今日はですね、うん、ウルトラ特別仕様ですね。裏が ねゴージャスですよ。そう、裏がゴージャスですね察してくださいね落書きしてったからねはい、ということで、いつもの通り、今日の放送の、キーワードを、コメントで募集いたします。ね、今回は間違えてないから18回ってちゃんと書いてますよ。書いてあるね。生ネーム、綺麗なクス、かっこ未実装未実装確かにあったはずなのに、総合的に番、爆音、放送事故、好きなら好きって言ってエロフ、裸ワイシャツ、貴婦人、今日多いな綺麗なクス、また出てきてる、総合力で番、だから綺麗なクス、未実装ってなんかね、うん、Windows アップデートに近いイメージそうですか。そう、なんかほら、うん、あの Windows XP だったら遊べたゲームが、はいはい、Windows 10になったら遊べなくなったみたいな、うん、昔は同じ Windows でも、はい、あのプレイができたのに、うん、もう新しいやつだとプレイできなくなっちゃったみたいな、なんかそういう感じ、うん、わかります。わかっていただきたいんですけど、綺麗なクッスでできるんですか、うん、今でもできますよ。じゃあちょっと綺麗なクッスで会話しましょうよ。綺麗なクッスで会話しましょうよ、うん、なんか振ってください。あ、そうだ、さっきね、うん、あの、あれがありますよ。何ですか。ここにですね、さっき撮ったね、ラジオ事件簿のですね、KSR の読んでない大人辞典があるんで、うんうんどれにしようかな。もうクッスンはてんてんてんってやめてくれよ。いやー、でもこれもなんか数が多すぎて選ぶの難しいね、やっぱね。だって大人時点だけで150通とか来てるんですもんね。はい、来ました。結構短かったのに。もうほんとアホではともね。みんなすごい思うわけなんですけど、はい、はい、あ、これを読めばいいんですか、はい、これを綺麗なクスハラでやります。生大人時点生超大人辞典のコーナーです。単語、土砂降り、例文、局部への激しい土砂降りにご注意ください。こちらアズライトをローマ字読みするとアーズリテイさんからいただきました。局部への激しい土砂降りってどういうことなんですかね。局地的な大雨、ゲリラ豪雨ってことですかね。そうですね、うん、いつもの草原さんに戻るとどうなります。極部への激しい土砂降りってことはってことは一点集中でぶっかけられてるってことですよね。まあそういうことですよね一点集中でぶっかけられたってことはまあ中出しってことですよね。まあそうですね、うん、ちょっと溢れちゃったんでしょうね。あのね、その速度、その速度で切り替えてね、その返し来るってことはもう無理だと思うやっぱりなんだよどっちもできるよ、はい、求められれば、はい、ということでアンケートの準備できましたかはい、できました、はい、アンケートです、はい、出たかな。まだ見えないぞ。あ、出てます、出てますか、はい、1番総合的に番、2番エロフ、3番綺麗なクス、4番3点バースト、5番爆音再び、はい、です。ということでキーワード選んでください。選んでくださいね。ね、やっぱりなんかね、うん、あのね、やっぱね、一瞬で戻れるってことはデフォルトが変わってるってことです。違う違う両方
ある。あ、元から綺麗なクスなんていなかった、うん、違う違う無理してやってる。無理してやってる。無理してやってます。え、どっちを。ゲリラ豪雨。ゲリラ豪雨無理してやってる。ゲリラ豪雨を無理してやってる。いや違う はい、もう、はい、もうダメです。もう無理、ごまかしきかな。ダメ、終わり、閉店、はい、以上、解散はい、はい、じゃあ、アンケートの結果出しましょうかね。3番かな。そうですね、3番、綺麗なクッス、かっこ未実装です。はい、です、うん、はい、ということで、キーワードに綺麗なクッス、かっこ未実装を、入れていただいて、メールを、はい、メールを送っていただきたいなと、うん、はい、期限は2019年3月26日火曜日までです。はい、はい、うん、ということで、こちらのねリンクから、ご応募いただきたいのと、まあいつものメールフォームなので、生放送の詳細文とか、はい、うん、の方からも飛べますので、ぜひメールの方を送っていただければなと思います。はい、はい、ということでね、はい、コメントの What's this? わらわらっていうの What's this? What's this? これは何なんだこれはい、はい、ということでデジネーションからのお知らせいきましょうかね。はい、フローライト第1弾ソーサレサーライブが好評発売中です。はい、また新作のミッシングクロスリンクが2019年4月26日発売予定です。ただいま絶賛予約受付中です。はい、続きましてアズライト最新作タマ・ヒュラ・ミライが2019年5月31日発売予定です。絶賛予約受付中です。そして真相ノイズ受信探偵の事件簿の PS4 版が発売中です。ラジオ事件簿も復活、そして終了あっという間そして漫画アップさんでコミカライズも決定しております。アプリを入れて待っていてください。はい、予告漫画なんかもね上がってましたもんね。はい、上がってます。ネームとかももう来てるんですけど、うんうん、すごいっすよ。すごいすごい、なんかすごいすごいしか出てこない、うん、予告漫画も読んだんですけど、いやもう絵が素晴らしい、絵が素晴らしい、待ち受けにしたいぐらい本当に、もうぜひね、うん、はい、楽しみにしていただきたいなと思いますよ。はい、続きまして、はい、DMM ゲームズ ×NEXT の共同ブランド夢見るのガールズブックメーカーも絶賛予約受付中です。5月31日発売予定です。そしてヘリオドールファーストプロジェクト流星ワールドアクターのホームページがついに公開されております。そして今月末から予約開始で7月26日発売予定です。はい、最後にハイパーシーンの社長令嬢セレクションが2月28日に発売されました。これ台本すごいね台本社長令嬢セレクションが明日2月28日に発売しましたっていうなんか明日と過去形混ざってんのやばいよ、ね、空気読んどきましたはい、ということで、まあね、今日もいろいろとお知らせをさせていただきましたけども、はい、じゃあ、最後に草田さんの方から、はい、出演作品に関する宣伝ですとか、はいはい、3月29日に恋はそっと咲く花のようにのファンディスクが発売されます。はい、はいはい、あとですね、白恋桜グラムがついに発売されます。とうとうやっと出るね、ナナウィンドさんの、はい、はい、お楽しみに。さらにプルトップさんの桜色舞うコロニという作品に、脇池恋という先生役で出演しています。はい、ぜひチェックしてみてください。はい、あれでしょ、設定が中の人っぽいやつでしょ。あ、ゲーマーなんですよ。めちゃくちゃゲーマーでなんかイカの FPS やってるっていう設定なんでしょうね。そう、インクで陣地を塗り合う FPS をやってる。あ、ね、そう、インクで陣地を塗る、イカじゃないのか。見たことある。あ、ちょっと説明文見た時笑っちゃった。はい。ということで、次回の放送は、2019年3月27日、再来週ですね。はい、の予定でございますので、はい、ぜひぜひ、まあ、予約直前なんで流星もね、うんうん、はい、まあ、今日ねある程度、お知らせさせていただきましたが、まあ、具体的な、予約特典ですとか、商品情報も、お届けできるかと思いますので、ぜひまた次回もお楽しみにしていただきたいなと思います、はい、ということで、今回のお相手はデジネーション公式チャンネルアシスタントパーソナリティの楠原ゆいと、デジネーション広報のラメオでした。次回もまた見てください。せーの、バイバーイ。
明日の電報を見てください。電報、私も行きます。聞いてね。なんだって。